おはようございます。デイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。今日はですね、失敗は鉄くずということでお話しさせていただきたいと思います。失敗はですね、失敗しただけでは何の役にも立ちません。それが経験になるとかですね、心が強くなる、そういったこともあるかもしれませんけれども、実際はその失敗があったからこそ今があるんですか。そこから何かを生み出す、そこから何かを改善して次へつなげるっていうことがあってこそ、失敗が初めて生きてくるんじゃないかと思います。失敗を実際にそれを振り返って、それを溶かして、そこからまた新たな形を生み出す、新たなものを生み出す、より強いもの、そしてより良いものを生み出していってこそ、失敗は初めて生きてくるんだと思います。ですので、ぜひ失敗されたら、いい経験をした、じゃあそこからどういうふうに次につなげられるのか、何を改善できるのか、何が原因でいつもその失敗が起こっているのか、そういうところまでぜひもう一歩もう二歩踏み込んで、新しいものをぜひ生み出していただければと思います。それでは、今週も頑張っていきましょう。